はようございます。今日はね、さっき投稿で出したんですけど、このね絵本のメイキングを今日からちょっと1枚ずつイラストを皆さんにも見ていただこうかなと思って、その投稿準備してたらちょっと遅くなりました。遅い時間のライブとなってます。子供たちはもうすでに送り出したので、ね、邪魔されることはないかなと、ね、たまになんかこの時間もやってみようかななんて思ってます。ね、この、ね、イラスト、私が描かせていただいたんですけれども、アクセサリー作家さんね、長崎に在住の、リュウマチのアクセサリー作家の松田ゆきちゃんね、ゆきちゃんって呼ばせていただいてます。仲良くなってゆきちゃんおはよう、ね、この投稿をちょっと準備してたら今日バタバタバタとね時間が過ぎていって、あれあれ時間がないとね、子供を送る時間になりまして、さっき送り出してきたところですね。本文の方はちょっと内密にというところで、出版までのお楽しみにしてほしいんですけれども、イラストの部分だけね、これからちょっとずつ投稿していこうかなと思ってます。あ、ゆきちゃん来てくれてます、おはよう。そう、今日ね、出してから共同投稿にすればよかったねって言ってて、ゆきちゃんの方でも同じような投稿で出してくださってます。で、明日以降はちょっと共同投稿という形で、1枚ずつね、私が込めた思いとか、その使ったね写真の背景とか、そんなとこも、入れながら投稿していければと思ってますので、お楽しみにしてください。あ、イルカさん、インコパパさん、おはようございます。あ、9時でも来てくれましたね、嬉しいはい、で今日の絵本はこれを読もうかなと思いまして、またまた許可取ってませんが、後からの申告で奥山さんね、読ませていただきます。今日の絵本はワクワクアニマル紹介所という絵本です。で、このイラストを描いたのは奥山優さんという方ね、自閉症と、知的障害とね、重度の障害をお持ちの方で、ただね、ものすごく素敵なイラストを描かれてて、ですでにもう障害者アーティストとして、まあ、会社さんと契約をしたりとか、もういろんなところでラッピング広告になったりみたいなね、すごい活躍をされてる方ですけれども、この絵本屋抱っこオープンの時に声をかけて、ちょっとイラストで絵本を作ってもいいですかなんてね、こう声をかけて作らせていただいた作品になります。内容的にはちょっとその奥山さんももう成人されているということで、周りの方に手に取ってもらいやすいように、少し、子ども向けというよりは大人が読んでもちょっと面白いって思えるようなストーリーで組めたらというところで作ってます。何枚だったかな、8枚ぐらいのイラストを使っていいですよとこう、いただいて、でその8枚のイラストをどう組み合わせてどうストーリーにしようかなと、思いながら、いろいろ思案しながら作ったストーリーになります。はい、あ、のんちゃんありがとう、来れた9時だからよかったです。のんちゃんね、9時なら来れるって言ってて、たまにこの時間にやろうかなと。そう、9時だとね、時々週に3回早く訪問リハがあって9時からなので、ちょっとね9時前とかの方がいいかななんて思ってますけど、まあちょっと時間変えつつやってみたいなと思います。はい、今日の絵本読んでいきます。ワクワクアニマル紹介所、絵が奥山優さん、脚本が庄司愛香です。はい、ワクワクアニマル紹介所。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。案内人のトラと申します。本日はどのようなものをお探しですか？なるほどなるほど、承知いたしました。大丈夫ですよ、みんなとってもいい子たちですから。それではご案内いたします。ワン、どうでしょうか、つぶらな瞳がかわいいこの子、一番人気の花坊です。嬉しいことがあると尻尾をバタバタさせながら花をまき散らすんですよ。あ、ちょっとお掃除は大変です。あとお客様だと舐められてしまう可能性も。は、承知しました。他を見てみましょうか。この子なんてどうでしょう、泣かないし騒がないし暴れない、穏やかでゆったりした子です。あー、ただたまに噛むんで気をつけてくださいね。あとこの子は毎日お散歩に連れて行かないと拗ねて甲羅に閉じこもる癖がありまして。は、そうですか、かしこまりました。次行きましょう。
どうですこの子、立派な羽でしょう。この色合いがかなり人気でね、同じ子は2羽といませんよ。え、愛想が悪い？まあ確かに人見知りしやすい子ですしね。はい、大抵いつも寝てますね。そうですか。じゃあこちらの隣の子なんてどうです？さっきの子と似ているようですけどね、よく見てください。羽の色がよりカラフルでしょう。それにこの子の方が丸々と太っていて、いやいや湿気。でもお客さんもそう思いますでしょ。2羽まとめてなんてのもおすすめですけどね。そうですか。では次に行きましょう。と、あれ？こらお前たち、ダメじゃないか。勝手に出てきてお客様に失礼じゃないか。あ、お客様、どうやらみんなお客様に選んでもらいたいようです。見てください、みんなのつぶらな目。お客様のことをじーっと見つめて話しませんね。はあはあ、そうですよね。自分より大きいのはちょっとというところですね。ところでお客様、どのようなご用途でお探しだったんでしょうか。はあ、なるほど。それなら、この子がぴったりでしょう。真っ白なお客様によく似合う、ツヤのある真っ黒な毛並み。お客様と同じ耳、同じ尻尾、同じ鳴き声。この子ならお友達として最適でしょう。そうですか、そうですか。気に入っていただけましたか。まあまあ仲良くお並びになられてお似合いでございますよ。それでは本日はありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。おしまい。というところでね、後半はちょっとギャラリーという感じで、作品のね、タイトルもちゃんとつけてあるので、タイトルと制作日と、思いとね、こんな作品ですという紹介と載せさせていただいてますね。書かれたのは奥山優さんですね。こんな風に一枚一枚手書きで書かれていて、一つのイラストを完成するまでに1ヶ月2ヶ月と結構長い時間をかけて書かれるみたいですね。本当にイラストが素敵なんですよね。あ、おはようございます。あみきさん、おはようございます。いただいてありがとうございます。はい、そう、最近ちょっと一冊ずつ絵本紹介ということで朝の時間に読んでみてます。今日はちょっと遅めの時間で、たまに9時台にもやってみようかなと思ってるところです。そう、イラストすごく素敵なんですね。最初ねいただいた時に8枚だったらっていうあのいろいろあの商品化しているイラストとかもあって、使っていいもの悪いものとかねあったので、その中で絵本にできるものっていうところでいくつかご提供いただいたところから、どう組み合わせてどうストーリーにしようみたいなところを考えながらね作りました。ちょっとあの子供にはもしかしたら難しいかもしれないんですけど、小学校の、ね、中学年ぐらいから大人の方だと、なんかこうストーリーの面白さみたいなところを感じていただけるんじゃないかなと思ってます、ね、ストーリー設定的にはこうワクワクアニマル紹介所、アニマル、動物を紹介する紹介所に来たという設定ですね。で、案内人のトラ君、トラさんがいて、で、どのようなアニマルをお探しですかというわけですよねでいろんな動物さんが出てきて、でこっちの探してる人がどんな人物かというのが分かんないですね。最初はおそらくこう読み手さんだとペットを探してるのかなみたいな風に、まあ、そういう風に入ってほしくて最初ワンちゃんにしたりとかねっていう中で、うん、でこのね鳥さんのシーンだとちょっと比喩的なね、丸々と太っていてはっきり言わないけど虎さんだしね、ちょっとあの食べるっていうところを考えてるのみたいなね、そんな表現を入れてみたり、うん、でみんな連れてってよみたいな顔してるわけですよね。いろんな動物さんがいて、うん、で最終的にオチがここですね。でどのような用途でお探しかっていうところが分かっていなかったんですが、
最後のページを読むとそれがわかると。で、実は依頼主は白猫ちゃんだったわけですね。で、お友達を探していたと。で、最終的に同じ鳴き声で同じ耳同じ尻尾のお友達猫ちゃんを見つけられて仲良くね、仲良しになってエンディングというようなね。で、ちょっとね、イラスト枚数が少ないっていうこともあって再登場のトラちゃんで最後またお話をして終わるみたいなところですね。結構私はこのストーリーを気に入っていて、よかったらね、見ていただきたいなとね、思う作品ですね。大人の方も素敵なので、で、イラストもね、素敵なので、ぜひね、手に取っていただいて、うん、読んで、何度も読んでほしいなと思います。はい、カラフルなイラスト素敵ですね。そうでしょう。ストーリー設定さすがって、ありがとうカラフルも淡い色もどちらもいいんじゃない、素敵ですね、とありがとうございますね。こんな絵本の今日紹介でした。で、絵本屋抱っこではこんな風にね、障害のある方のイラストからこう私がストーリーをつけさせていただいて絵本化するというような取り組みをしています。で、ここに関しては一切費用いただいていなくて、で、出版もその作家さんのアカウントの方で出させていただく。で、つまりまあうちには一銭も入らないわけなんですけれども、まあ、私うちの思いとしてはこういった作品を作ったね、この作品のところからも障害理解がまた広がっていけばいいな、こういう才能のある方をいろんなところで知ってもらえて、でまたそこを通じて絵本や抱っこのことも知ってもらえればいいしなっていうようなところでね、こんな取り組みをしております。本当にね、なんか皆さん、私から言ったわけじゃないんですけど、出版支援をさせていただいたアーティストの方々ね、今来てくれてる日向くんのね、ママのんちゃんも含めね、なんかこう 自発的にというか、ご自身の住んでる市の保育施設とか学校さんとか、そういったところにこう作らせていただいた絵本をそれぞれが自分たちで寄付してくださるっていうような取り組みをされてるんですね。で、それをいろんなところで新聞とかテレビとかね、取り上げていただいて、で、私の思いだったその絵本を通じて障害理解をっていうところのね、お手伝いを本当にしていただいているというような状況です。うん、ので本当にやってよかったなと、いろいろ作品生み出して、ね、それをまたいろんな方に届いて喜んでもらって、うん、よかったなと思ってます。ただね、まあ、あの絵本の収入としては本当にわずかではあるんですけど、まあ、その収入自体を目的とするんではなくて、まあ、一緒にその障害理解を広めるというところのお手伝いもしてほしいですし、絵本を作ったというところを一つのステップとして、またそこからグッズ化とかね、のんちゃんもいろいろ出してるけどいろんなね、次のステップに活躍につながっていけばいいなという思いで私としてはやっております。はい、なんかあ、今日やっぱ9時台の方が皆さん来れるかな、たくさん来ていただいてありがとうございます。亀ちゃんおはようあ、挨拶をし合ってくださっていいですね。はい、そんなところで、はい、今日はね、皆さんどうですか。今日も北海道ちょっと小雨というかね、天気がいまいちですけれども、あ、そう、新金さんの講座がね、もう開設できるということでね、今日この後新金に行ってきて、で、まあ、ちょっとねお金を入れて講座開設と、いうところで、うん、そこもね寄付金の受付講座に、そこも設定できればというところで、はい、やっております。そう、昨日投稿の方で出させていただいたんですけれども、NPO 法人絵本屋抱っことして、特例認定NPO、 合ってる合ってるかいつも言葉がね、難しくいろいろあるんです、分かんなくなるんだけど、その特例にて NPO っていうのを目指そうかなと、うん、結構難しいとは思っているんですけれども、条件的にね、うん、なんですけど、発信だけでもまずはちょっと頑張ってみようかなと思うので、1年あるので、そうですね、ちょっとしかも昨日ちょっと投稿間違ったりしたんですけどね、条件がすごいいろいろあるんですけど、年間で、3000円以上の寄付者が100人、昨日ね50人って最初出しちゃったの間違って100人というね条件があります。
でそこをクリアすること、まあ、他にもいろいろあるんですけど、おそらく目指すんであればそこをまず一番最初にクリアしなければいけない課題というところで、まあ、そこを目指しますというところを宣言してこの1年ちょっと動いてみようかなと思ってます。でいただいた寄付金に関しては、まあ、近いところで言うと今度のイベントの方でも、商品をね、ちょっと豪華にしてあげられたり、ちょっとお土産を渡してあげられたり、いろいろできること増えるかなというところがあります。で今回だけじゃなくて毎年恒例のイベントにしていけたらと思うので、その今後のためにも、しっかり子どもたちのために使わせていただこうと思ってます。で絵本配布の方とかもある程度やっぱりまとまったお金が必要なんですけど、現状だとその絵本売り上げだけだと運営費で消えてしまうというようなところがあって、助成金もちょっと若い団体だと申請が難しい、出せる場所ところがほぼなかったり、1年以上の活動経験が必要みたいな条件が多いんですよね、うん、なのでそこはちょっと今年度は寄付金もいただいてそこもカバーできればと思って、とりあえずできることをやってみようという形で動いてます。あ、なんか皆さん賑やかでありがとうございます。どっから今終えてない、終えてない、ちょっと飛ばしちゃった人すいません。インコパパさん、障害や動物のことも楽しく正しく知ってほしいので、それのお手伝いになればと思います。あ、そうそう、インコパパさんね、ライブをしてからなんか毎回のように来てくださって、いろいろどんな方なんだろう、いろいろ詳しいなっていうのでお話聞いたら、なんかね、独学でいろんなことを学ばれていてすごい詳しいんですよね。特に重症児の支援とかそのあたりの知識ものすごく豊富でいらっしゃるので、ちょっとあのコラムの方をよかったら少しずつ変えてくれませんかとかね、そんなことをお願いして絵本やだこのサポーターになっていただきました。サポーター就任というところで、ぜひねこれからいろいろご協力いただければと思ってますね。亀ちゃん頑張りましょう。あ、皆さんご挨拶し合ってて嬉しいです遠距離ないとって嬉しい。もうね、本当にできる範囲で大丈夫です、うん、ご協力あったら嬉しいですが、無理はしないように、はい、お願いいたします。あ、なんか皆さんご挨拶し合ってますねなんか嬉しいな嬉しい、そんなところです。はい、というところで、まあ、寄付の方も ね、NPO のホームページとかに残り何人って出そうかななんて思ってます100人だった、100人、遠いよね、3000以上100人ってなかなかだなと思いつつも、まあ、今回のイベントで本当に、十数名の方とか企業さんとかから、まあ、協賛含めね、ご支援いただいた部分があるので、そこも協賛金という、あ、協賛金ではなく寄付金という形でいただきますというねお話をして、そこを特例認定を目指すということをお伝えして回っていますので、うん、来年もまた同じ時期と思うと、ギリギリまたそこでイベントに向けてという話もできるかななんて思っています。ということではありますが、よろしくお願いいたします。はい、お子さん、本当にありがとうございます。皆さんのおかげで、ね、できることが広がっているので、助かります。ゆきちゃん、一人で体験はできないけど、こじつつ映画オフになりますので、ね、そうそう、そうなんです。やっぱりね、寄付金といっても、私一人でバンと大きいお金は出せないわけじゃないですか。ね、絵本売り上げに関しては入れてますけど、それってちょっと寄付金としてはそこのカウントにはならなかったということもあるので、あ、お仕事なのね、ゆきちゃん。ありがとうございます。はい、10時に新規入部行きます。私もで、今日はあれだ、春の支援センターが午後からあるので、なんか新金と支援センターで終わるかなっていうところがで、個人的なちょっとお話ですね。昨日の夜は、ある方とお話をしていて、で、グループホームを、まあ、現在されているような方で、なんかグループホームって私ね、個人の夢としては、そう、息子のためのグループホームというか、あの、次の住処を作るというところが、あの、個人の夢として動いていて、今やっているところからたどり着けたらと思って、いろいろ情報収集をしているんですけれども、やっぱりゼロから全部一人でやって無理だなっていう結論をね、最近なんですよ。で、どこかから次にやられている方で、それのノウハウを教えてくださっている方、手伝っていただく、まあ、ある程度お金がかかったとしても、そこに教えていただく
ただくっていうのが一番近道かなと思ってるんですね。で、まあ、やり方として本当に夢の施設を最初から作れるかといったら、うん、お話ししてるとやっぱりいきなりはそうはいかない、難しい、うん、でこれもあって本当にちょっとリスクの少ないようなところからグループホーム経営を始めて、そこからつなげていくのがいいんじゃないかみたいなアドバイスをいただいたりね、そんなこともあって、で、まあ、でもすぐは動けないので、ちょっとね、下もまだまだ低下がありますし、ひとまず今は情報収集だけをいろいろしている段階ではありますが、うん、なんかやっぱり発信すると、うん、キャッチしてくれる方がいて、作りたい人がいると思ってもらって、で、情報をくださるということがあるので、これからもね、発信はしつつで、ちょっと来年あたりから、もしかしたら、すでになんか、コラムのこんなの上げてくださいという内容を一ついただいているので、できたら今日中に、ね、まとめて、アップの紹介もできたらと思います。あ、エアーと幸せもらっている分お返しないととか、いや素敵、そういうふうに思えるのがお返しないとと思うのが素敵ですね。ここにもつながるきちゃんの横にもつながる、ありがたいな、すべては感謝だなと思います。やっぱり感謝の幸せもご縁も巡ってくるなと思って、ありがとうございます。私も皆さんに感謝しながら、感謝を忘れないようにね、一つずつ動いていきますまた頑張りましょう、みんな頑張ろうそんなところで今日は終わりたいと思いますあ、ゆきちゃん、実際に重度の方のグループホームがあるのかないのかも知らないから、まずは知って大事ですね。そうそう、なんかそこの話もねすると長いんだけど、やっぱり重度の方が入れるグループホームってすごくね、選択肢が少ない現実があって、だからこそ作り